はい、今回は。 男子が女子に持つ理想と現実という、まあ、こちらのテーマについて、えー、お伝えしていこうと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、ちょっとですね、えーまあ、男性、女性、あるいは人間関係的な、えー、話で、えーまあ、その理想と現実ということなんでね、まあだ、男子が女子に持つもの、あるいは女子が男子に持つものということで、まあ、ちょっとあの中年の僕が言うのもどうかなと思うんですが、まあ、ちょっとまあ聞いていただいて、えーまあまあ、そうだろうなと思っていただくものが、 まあ何かしらあればあと思いますので、今回、こちらの件についてですね、調べてお伝えしていこうと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。 まあのインターネット上にねですねまあ面白そうなのがあったんですよ。いろいろ調べていたら。男子が女子にまあ持つ理想ということですね。やっぱりあの男子は女子に理想を持ちますし、女子も男子に理想をあの持つっていうねえまあ理想と現実ということにあのちょっと隔たりがあるということなんですが、僕もあの若い頃に、まにそういえばこんなことをちょっと思ったことがあるなと思うんですがあくまで一つの,あの説なんでね、これが正しいとか その間違えてるとかあなんとかだとかそういう話ではないんで、まあ、ご参考までにまああの、まあのま面白いと思っていただけないと思うんですけど精一っ話すんで、えーまあ、何か思っていただければと思います。 男子が女子にですね、えーまあ、勝手にですね、勝手に持つあの、まあ、理想っていうのがあって、それがまあ現実とかけ離れてるっていう話で、まあ、僕もですね、これは思ったことがあるんですよ。うんまあ、中年なんでね、今はまあ思わないですけど、でまあ、一体どういうことかっていうとですね、まあ、3つぐらいあるんで、まあ、いくつもいくつもあるんですが、 おそ、まあ、らく、まあ、こういうことを思われる男子が、まあ、あ多い男子が多いで、まあ、そうなのかなとかって思ってちょっと若干ね、えー、なところ若干な表現もあるんですけど、まあ、それをちょっとお,お伝えしていこうと思います。まずです、ねまあ、その一応男子って言うんでね、えーまあそのまあ、あ学生とか ええ、そ、まあそういったことなんですけど、まあ今となってね、えまあちょっとまあ僕は思うっていうのもそれはないんですけど、まあ、男子と女子っていうのはまあ、まあそのなんなんだろう、まあ交際であったり、まあお金片思いであったり、まあいろいろあると思うんですが、まあ離れてるわけですよ。まあそのね、若い頃学生の頃とかって、そんななんか男子があ、まあ女子に、まあ持つまあ理想っていうことなんですが、まあ三つぐらいあるんでね、まあそちらを考えていきます。僕もあの、これ普通にあの思っていてね、え、まあこういったところがなんか若干。 あのなんかわからないですけど、えーねえー、女子のことは分かっていないとかそういう話だと思うんですが、まあ、女子の,あの部屋で着てる服ですね部屋着。 女子の着てる、えー、部屋着っていうのはなんかあのピンクのなんかふわふわっとしたなんかそういうなんか柔らかそうなそういったものを着ているそんななんかイメージがなんかあるんですよ男子の中にはまあ、僕も昔そうなりましたけどしかしおそらく現実っていうのは違うんですねなぜ男子色まで指定するのかって話なんで別にピンクであることはないじゃないですかでそのふわふわっとしてるものでもないし例えば寒,寒かったらね、まあ、スエットの上下に何か温かいものを着てるっていうことなんでまあそこう,いうとこういうところがなんかころがなんか 理想を妄想化してるなとか思うっていうことで僕ちょっとこれあの思うところがあったんですよ理想と現実の,あのまあけ離れたところがあるっていうことね。 でえ次もなんですけど次の2つっていうのは本当にもうその男子が女子にまああの理想をもう持っていて、えー、まあ逆に女子からしたらもうね、えー、そんなことはっていう話なんだと思うんですけどまあその理想と現実ということなんですけど女子がですねあのくしゃみをするときってあの男子って多分思っているんですよなんかこう小さくあのくしゃみをするとねまあか,かわいらしくっていうか思うんですけど実際ってそんなことあの難しいと思うんですよ。だってあの クシャミってねでで出るじゃないですかだからなんか小さくなんかヘクションとかしてるかもしれないですけど、まあ、僕は見たことないですけどなんか大きくねあのしてる可能性もあるし、まあ、それがまああの理想と現実のあのまあ乖離があるということでね、うん、まあ、そう思ってる多分男子がいると思うんですよ、まあ、僕もそう思ってましたからで、えー、続いて3つ目なんですが あの女子がですね睡眠中はこうなんかす,すやすやすや,すやあの静かに寝ているっていうなんかそういうい良きイメージを、えー、まあ男子っていうのは持つんですけど、まあ、女子が寝ている時ってね当たり前ですけど人間ですからいびきをかいている可能性っていうのがあ,あるんですよだからあのこの男子って勝手にこうなんか理想を持つんですよね理想っていうか勝手に女子に対していいイメージを持つなんかそんな感じがあるっていうまあ情報があって、まあ、僕もまあそうだなと思ったん,思ったんですよ。 で、えー、まあ、この男子が女子に、えー、持つ、まあ、理想と現実で、まあ,あね理想と現実にはあのかけ離れたものがありますねっていうことで,で、もう一つ別なんですが、今度、女子が男子に、えー、持つ理想っていうことがあるんですよ。これはちょっと現実かどうかっていうのはわからないんですけれども、まあ、ちょっとね、なんか言ってて恥ずかしくなるような話なんですが、まあ、女性のリスナー様もいらっしゃるんで、えー、まあそうかと、まあ、思われるか、で僕はあのちなみにこのようなことをしたことが全くないんで、まああの女性の気持ち、乙女心がまく 全く分からないし、あそ,うそうだったのかななんていうことを思うえ、女子が男子に理想としていることということなんですね。でこれっていうのはその条件みたいなのがあって、女子と男子がまあ交際、お付き合いしているということなんですが、そういったところで状況下においてです、ね、女子はあの座っているところにえ男,子男子がです、ね、後ろから来てあの優しく包まれるように抱きしめてもらいたいという理想があるえということなんですね。でこのよよううに、に後ろからあの優しくえ包み込むように抱きしても 抱きしめてもらう。 ですね女子はまあ,あの言う言葉といえば、まあ、恥ずかしいからなのかわからないんですけどまあ、もうどうしたのみたいなことをあの言うんですけどそこでですね男子があの好きだよって言うと女子の心をぐっとつかめるって言ってねで女子はそういったことをあの理想にしているっていうことなんですよ僕はあの全く若い頃こういうこと知りませんでしたし女子の心とかね乙女心っていうのは全くわからないんであそうだったのかとあの初めて知ったんですけれどもねまあ、っていう話でした男子から見た理想の女子 あるいは女子から見た理想の男子ということについて、えーまあ、ちょっとお伝えしてみたんで、まあ、何かしら思っていただけることがあれば何よりですということで、まあ、ちょっとなんか、あのー、話しててねなんか若干恥ずかしいような,なんか青春の話ですけどこういう話なんかいいなと僕もちょっと思ったりするんですよと、まあ、いうことで、えー、今回はここで終わりです、えー、いつも聞いていただいてありがとうございます失礼いたします